届いたものがありまして、はい、見てほしいですが、はい、パソコン、はい、ハイパーダッシュ基地。おいおいおい、止まりきれませんでしたけども、始まりました。ハイパーダッシュ基地のクリキでございます。ね、お家にいる時間が長いと思いますけども、皆さん大丈夫ですか？ミヨク作ってますか？ということですね、今日はちょっとですね、ミニ四駆をね、触ったことないけどもちょっと始めたいという方、まあ、ちょっと知り合いにいまして、でその方にですね、まあじゃあちょっとミヨク送ってみようかなという、ことに基地になったので、ミニ四駆を早速ね送ろうと思います。で基地ストックがね何台かあるんですけども、その中からまあ僕の独断と偏見でこれいいんじゃないかな、あの人にはこれぴったりなんじゃないかなというねマシーンをチョイスいたしました。こちらです。ダンシングディバインドーン、ハイパーダッシュ4クローでもおなじみですね、スメラギリンコさんが使っているマシーンでございます。え、ね、プチプチがねでかいんですよ。ちょっとよし、梱包完了。じゃあこれ、送りたいと思いますので、頑張って組み立ててください。ほい、はい、受け取りました。及川奈緒です。クーリキさん、ありがとうございます。はい、クーリキさん、私お仕事させていただいたことあるんですけど、クーリキさんという名前になったんですね。ありがとうございます。じゃあ早速開けてみたいと思います。ミニ四駆って私ね、もちろん作ったことないですし、記憶にあるのが小学校本当に低学年とかかな、うちの弟が好きでミニ四駆、それでちょっと一緒にちょっとだけなんか触ってみたことはあるんですけど、白いミニ四駆でエンペラーっていう名前だったのを覚えてます。でもちゃんと作ったことないと思います。おお、あらららら、わあ、ちょっと待って、どうなってんの。そうか、わあ、なんかいっぱい出てきた。なに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 、なんかすごい、工具が入ってます。どうなってんのこれ。ちょっと待って、あれ、どっから開けるの、どか、はいはい、出てきました。ダンシングでディバインドールミニ四駆プロ。へえ、ダッシュ4クローってなんか聞いたことある。へえ、はい、ありがとうございます。さあ、では、早速いただいたんで作っていきたいと思います。ドキドキしますね。難しいんじゃないのかな。ガンプラを前に仕事でちょっと作ることがあったんですけど、ガンプラでさえ私すごい時間かかりましたよ。簡単だって言われたやつも、で部品なくしちゃったし、早速なくさないように気をつけます。わあ、はい、こんな感じですね。なるほどね。それでちょっと全部出しちゃった方がいいんですかね。説明書があるのかな。おお、シール出てきた、かっこいい。で、わあ、わあ、あ、わあ、難しそう。大丈夫かな、作れるかな。1番からじゃあこれ見ていけばいいのね。どれが1番なのかもわからないですがあ、この大きいのがこれか。違う、これじゃないか。あ、こっちか、こっちだ。これ開けます。これ皆さん何分ぐらいで作るんだろう。こんな簡単ですか。これあれですよね、こうやってハサミじゃなくていいんですよね。こうですね、そこ行きます。これかニッパーぶっちぎっちゃってこれ開けるの、開けるの、
まずニッパーが出せないというところから始まりますが、これちょっとハサミがないと開かないかもしれない。ちょっとハサミ取ってきます。もうよし、はい、ニッパーの袋を開けるハサミです。ニッパーね、ニッパーでこういうのを切っていくわけですか。はい、一個取っちゃった。ちゃんとこうやって、え、超難しいんですけど、こうだってここの隙間に、あ、入った入った。あ、こういうことか。はい、へえ。番号書いてないですか、大丈夫ですか。え、番号が書いてあるの？あ、本当だ。1番と 2番、3番って書いてある。え、1、2、3。じゃあとりあえず1、2、3を切ります。どれがどこにあったか忘れちゃったけど大丈夫でしょ。さあ、はい、じゃあこの1番にこれですね、2番を、あー、なるほどね、ここにはめるのね。こっち向き、こっちか、こうだ。これをここにはめ、ああ、入った入った入った、ほ、なるほど。ここにくっつけて、で3番、 D の3番をステッカー、ステッカーとかは後でいいんでしょうね、多分ね。だからこれをまあ、用意しましたと。で、グリスを塗ります。グリスを塗ります。あー、なんかいろいろ細かいのが出てきましたね。これがハイジョインのグリス。え、これちょっと絶対なんか失敗しちゃダメなやつですよね。変なとこに変なもんくっつけちゃダメでしょ。え、キャップをねじって外します。はい、外します。で、うわー、釘みたいのが出てきた。なんかいっぱいこんな釘が出てきたんですけど、じゃあまずはこれなくさないようにしないとな。これはちょっと一旦用意しておいて置いとくってことですね。こっちですね、次はね。これに A の13、これ B でしょ、 C でしょ、 A だ、A、あった。おー、分かってきたぞ。こういうのって最初がもう気が遠くなるけど、だん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 なんか完成が近づくとね、ワクワクするんでしょうね。最初は分かんないですもんね。 A が13ね、13ね、あー、あった、あった、はい、13ね。13を、これのどちら、こうか、こうだ、こうの2個目だ、ここだ、ここに はめて、で、釘みたいなやつを、釘じゃない、ネジか、のどれ、ネジのどれ、こんな細かい作業なんですね。あ、これか、これか。そりゃそっか。あ、はい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 、分かってきた気がするけど、合ってるかな。で、もう一個同じネジ、はいはい、これ固定しましたよ。で、 A の13はどうでしょ、 A の1、 3つあるな。 A の1 を、はい、1個、2個、ここでこれ使うのか、グリス、なるほど。これで、このネジを、うわ、なんかちょっと難しそう。こうやってこの丸いのだ、丸いのを下にこう当てがって、そんで、あ、違う、その前にグリスを使うの？
グリス塗っちゃっていいのか、はい、でこれで何固定しますか。はいはい、これをここの2個目左側、あでもこれなんかいいな、なんか家で時間あるときにこうやるんですね皆さん。はい、あこういうことね、ちょっと分かってきたぞ。同じ要領でこっちもやりますか。じゃあ器用にやるんだろうなみんな。はい、ああちょっとほらちょっとほらね、大丈夫かな、このちょっと出っ張ってるけど、ここをニッパーのこっちの向きですね。ありありってことで、続いて4番、おおもう4番までいった。4番は A の12、おいし、うわーなくさないようにしないとね、ちっちゃいんですね、うん、A の12でタイヤをなんかつけるみたいな感じなんだけど、タイヤってこれこれかな、これっぽいな。 B2 と C2、はい、わかった。わかったぞ。ちょっとスピードアップしていきますよ。B2、C2 はどれだ ?C2、A、C。おお、なんかタイヤっぽいな。タイヤっぽいですよ、これ。うん、1は置いておきましょう。OK。で、B の2と C の2ね。B の2、こうか。はい、タイヤですね、これね。あー、はいはいはい、タイヤになった。タイヤになった。タイヤができたらもうほぼ完成ですよね。タイヤ4つさえつけばもう車ですよ。これにこうですよね。もう覚えたぞ。1番と1番でしょ。続いて何この棒？あ、棒？え、棒なんてあるの？これ？これっぽいな。2本棒があるな。棒があるからこれを、なるほどね、前と後ろで違うんだ、こうか、なるほど、これが前の方ですね。え、この何、 A の12ちゃんはどこに入れるの。あ、こっちだったのか、ここか、ここに入れるのか、 A の12、 あ、これにもこれをつけて、分かってきたぞ。はいはいはい、あーすごいすごい、見て見て、すごいタイヤになった。はい、じゃあ同じ要領でこっちも行きますか。こういうことね。はい、うん、いい感じ、ほぼ完成。なんか新しいものが出てきたぞ。ギアをここに入れなきゃいけないの？はあ、もうやり直しだ。ここの間に本当は通さなきゃいけないのかな。こうか、なるほど。もうね、こんなもんですよ、初めてなんて。わかんないもんね。あ、オッケーオッケー、ほらほら、こうなったんだ、こうなった。じゃあここにもオレンジ入れないとね。はいはい、はいはいはい、これで OK ね。あー、4番の工程がちょっと大変だった。次5番、 A9 あった。あ、これか、これだ。よし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 、あ、すごい、 OKOK、 パチンって言った。これをここにですね、分かったぞ。これをここに、はい、入ったら、ほら、いい音した。これね、できたぞ。ギアの取り付け方、モーター、これですね。モーター、心臓部分ですよね。これを A の8、 A の8と、これか、
これの紫か。はい、これをモーターの向きが、うん、で A の7と A の5。おー、進んできたぞ。 A の7と A の5。あー、なるほどなるほどなるほど。これでここにまたパチンじゃないですか。いきます、せーの。おー、すごい、ちゃんと、おー、固定された感じがしますね。はい、 A の1、 A の1、はいはい、また出てきた A の1。同じ要領でやればいいんですね。オッケーオッケーオッケー。これは分かってきたぞ。はいはい。で A の2、 A の2。おー、もうだいぶ少なくなってきましたね。 A の2だ。この青い歯車、これだ、こいつを。はあ、ここですね。ほい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 、なるほど。でこれでこっち側のギザギザ向こうがこっち。ほー、なるほど。ほー、すごいすごい、歯車がなんかこういい感じに合いますね。あ、ちょっと見て、ちょっと見て、動いてる動いてる、すごい。はー、すごいですね。そして A の11、なんかもう終わりそうです。この A の11をパチンだそうです。で、こっちにスライドって書いてある。おー、いい、いい音しました。はい、で、もうすぐ終わるんじゃないですかね。炭酸電池をプラスマイナスの通りに入れるわけですね。はい、電池が入りました。そしたら、あ、もうなんかどんどん蓋していく作業なんだ。パチンって言った。あ、パチンって言った。これで一回オンとオフの確認をするっぽいんですけど、ちょっとやってみますか。今オフになってますね。おお、おお、すごい勢いですね。あー、ちょっともったいない。おお、動いたタイヤ、嬉しい。さあ、仕上げていきましょうか。これだ、最初に見たやつ。こっちつけないといけないのか。ここか。これを、はい、これだ、最後だ。これで、あ、はいはい、ここですね。ここを固定するんじゃないですか。縦からの横、からの横、はい、はいはいはい、固定された。え、終わり？11まで行きました。で、シール貼るのかな。シールはこの通りに貼ればいいのか。え、もしかして完成？できました。ダンシングディバインドール完成しました。イエーイ。オンにしてみます。わー、かっこいい。この通りですよね、合ってますよね。はい、ダンシングディバインドール完成しましたので、クーリキさんにお電話したいと思います。クーリキさん、
はい、はい、こんにちは。こんにちは。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。はい、この度は送っていただいてありがとうございました。いえいえ、お疲れ様でした。ありがとうございます。完成しました。完成してる。お、すごい。ちょっと時間かかりすぎちゃったかもしれない。いえいえ、お、すごい、ちゃんとシールも貼って。シール貼りました。シールは最後にまとめて貼ったんですけど、あ、でもね、シールは結構自由に貼ってもらって大丈夫なんで、特に順番は。はい、すごい、これ人生初ミニ四駆ですか。初ミニ四駆です。おー、はい、やった。なんかでもちっちゃい時に弟が私いるんですけど、はい、2個下に、はい、はい、エンペラーを弟が多分作ってたかなんかで、ちょっと触ったことぐらいはありました。はいはい、はい、それ以来。ちょうどね、そのダンシングディバインドールも、はい、エンペラーが出てくる漫画の今そのリメイクバージョンで出てくるマシンなんで。そうなんですか。はい、なんかこれ見たら女の子のなんだっけ、リンコちゃん。はいはいはい、リンコちゃんの車なんですか。そうなんですよ。うーん、エンペラーを使ってるヨンクローくんっていう子とリンコちゃんはチームメイトなんで、はい、あ、そっか、エンペラーはヨンクローの車ですね、はい、そうです、チームメイトなんだ。わー、嬉しい。そうなんだ。エンペラーって白でしたよね。違いました。あ、白ですね。白ですよね。うっすら記憶があったぐらいで以来でした。ちゃんと作ったのは初めてです。うわ、すごい、ありがとうございます。ちょっといい経験できました。いえいえ、まだあれですか、それが基本のマシンとなってカスタムパーツともたくさんありますんで。カスタムパーツわかんないけど、あとあれですよね、レースとかよく行ってらっしゃるんですよね、はい、そうですね。ちょっと今はね、状況が状況なので難しいところありますけども、うんうん、全国のそういう公式ショップ巡ったりとか、タミヤさんの公式のレース取材行かせてもらったりとかよくしてました。はい、私がゴーンジャーに出てた時の、はいはい、ゴーンレッドのレッド古原くんが会いました。やっぱりそうなんだ。古原くんがよく全国のそのレース、ミニ四駆のレース行ってるっていう話も聞いてました。そうなんですよ、今年のね、はい、2月ぐらいだったかな、2月か3月に古原さんお会いして、あら、一緒にレースしましたよ。一緒にレースしたんですか。はい、すごいつながってますね。そうなんだ、古原くんね、はい、よくね、そうそう、車好きでって言ってましたね。そう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 、そうですね、そうなんだ、いいな、いつか行きたいです、私もそのレース行ってみたい。ぜひぜひ、うん、ね、ちょっと状況落ち着いたら多分全国的にもレースとかイベントどんどん増えますんで、そうですね、ぜひミニ四駆、はい、ぜひ一緒にちょっと遊ばせていただければと思います。お願いします、はい、ありがとうございます。多分ミニ四駆と一緒に、はい、お手紙の方を多分同封させてもらったと思うんですけど、はい、お手紙ちょっと受け取って、はい、はい、こちら、はい、はい、ちょっと中見ていただければ。はい、あ、はい、はい、あ、なおチャンネル及川なお様、ハイパーダッシュ基地一同さんからですね。あ、YouTube チャンネルの解説おめでとうございますと、はい、あ、嬉しい、準備してたことを、はい、伺ってたけどこんなに早く実現されてと、はい、ご丁寧にお手紙ありがとうございます。いえいえ、おめでとうございます。ありがとうございます。チャンネル解説、あ、はい、ありがとうございます、はい、あとですね、ちょっとおまけで封筒の中見ていただければ、はい、ん、なんだなんだ、あ、中になかったっけ、あ、そうだ、ハイパーダッシュ基地ステッカーを、はい、送らせていただきました。ありがとうございます。こんなにいっぱい、こんなに、いやいや、もうどこにいっぱい貼ってください。ありがとうございます。すごい、いいな、ステッカーあるんですか。ステッカーあるんですよ。いいな、私もステッカー作りたい、なおチャンネル。いいな、なんかすごい後ろにいっぱいステッカー貼ってありますね。あ、そうそう、これはなんかいろいろこの今まで、うん、番組で紹介してくれた、チームのステッカーとかお店のショップのステッカーを、はい、ちょっとまあこういう感じでステッカーボードにしようっていうので。すごい、はい、いいな、なおチャンネルも貼ってほしい。
あ、ぜひぜひ、またシールいただければ。わかりました。ちょっと作れるように頑張りますね。ありがとうございます。たくさん、はい、もうプレゼントも、じゃあまた改めてコラボもさせてくださいね。そうですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。わあ、嬉しい。はい、今回ですね、初めてちょっとミニ四駆作らせてもらいました。楽しかったです。なんか熱中しますね、うん、はい、今回コラボさせていただきましたハイパーダッシュキチさんのチャンネル登録も皆さんぜひお願いしますね。なんかぜひうちの番組とコラボしようよ的なものもいただけたら嬉しいですよね、うん、他にもね、あればね。はい、では、皆さん今後もなおチャンネル頑張りますので、よろしければ、グッドボタンとチャンネル登録引き続きよろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。